はい、こんにちは、中地です。続きやっていきたいと思います。どれに乗ろうかな。これ乗ってないね。乗ってないのに乗っていこう。シボレーエリミネーターはあれですね、最後に1位を走っていないと時間ごとに、ケツから消されていくレースイベントですね。どうだろう。あんまり得意じゃなかった自信が得意じゃなかった自信がルートの分岐に気をつけろ。はい、マイアミか。ここは少し視点を戻しますか。かっこいい。あれ、これ乗ったことない。今日は慎重にチャンスを生かせ。はい、どうしようかな。やっぱりちょっとこれでいこうかな。マイアミはかなり細かい、うわーす、あーす後ろで衝突、まずいな。ブレーキ踏もう。慌てることはないんだ。まだ3分、確か3分全部で20秒が危ない。3分じゃなかったかな。最初のドライバーが脱落したぞ。いて、あー、もう同じ絵。しかもちょっとだけ食い込んでんだな、あのカーブ。ぶつかると引っかかる。もっと丁寧に行こう。バカ。4位、5位、6位。これね、あれ、ブレーキ全然効かんぞ。もう一人脱落だ。遅れを取るな。はい、壁を使ってカーブを曲がっている感じ出せ。俺これパンクしてる気がする。パンクしてるわ、思いっきりパンクしてるわ。これパンクする前に戻れる。はい、無理です再スタートします。ダメだな、やっぱこの視点でいくか。とりあえず今日は初めてのコースだから、ファーストラップは肩の力を抜いていけ。はい、走ったことあると思うけどね、マイアミのこの狭い感じは。ずいぶん前にこのね、シボレーね、重ったるいね。少し市街地向きではないかもしれない。使ってもいいことなんてないぞ。確かに俺は車の選択ミスか。どうやって切り抜けていこう。オーケー、一人脱落したが、もちろんお前じゃない。よくやった。よし、よし、いいよ。いて、あそこ苦手だな後ろのアリエルめっちゃボッコボコにした。また脱落が出た。あいつは終わりだ。この正面をまず抜かないとな。でもね、おー、来た。さあ次、あいつもアリエルだな。あれ絶対走りやすいよね、ここ。ずるいずるい。なんか曲がりづらいな。重たいな。グリップ型なのかな。さあ圧力をかける。後ろにこんなでけえ車来たらビビるだろ。よーし、抜いたけど抜かされる。いいね、お互い刺しまくるこのレース展開。よし、あー、後ろからまた来たぞ。ここが苦手。ここブレーキ踏むのめっちゃ遅れる。加速がね、彼にはすげえあるからね。ミニ四駆みたいいて、くっそ、ダーティーなレース展開だ。俺がいつもダーティーにさせてんだけど。
さあ残りは6、いけるかな、話しときたいね、なるべく。どこかにマシントラブルが発生してます。これはまずいな、パンクだけは避けなきゃ。全部で5台残ってる、プッシュし続けろ。了解、少し離したねまだ油断はできないけど、おーいしたーす。さあ、うん、あと1台脱落でトップ3だ。 OK、 トップ3に入ろう。このあとでもあと2回かな、レースイベントをこの車でやり遂げなきゃいけないんだよな。直線の強い、なんだろう、高速系のコースだったらいけるけど、これでトップ3は確定だが、ここいつも忘れるよね。これやばい、接近されてる、少し寄られてるぞ、逃げろはあ、来ないでくれ。2台、お前ならできる。了解、レースに勝つんだ。勝つ、俺は勝つ。くそー、逃げろ。これで終わりか、2台ってのは。俺を合わせて後ろのやつが脱落。よーし、 OKOK、 15台だから4分20秒か。ランキングはこれ以上はピンボールみたいに弾き飛ばされる。はい、2つ目コーナーでは次のコーナーに、ここはパリですね。あー、懐かしいかもしれない。危ない、あー逆襲かな。昔あれですね、シーズン2かなんかに入った時にずっとやってきましたね、パリ。なんだろう、この車僕との相性が悪いな、苦手ですね。一人脱落したが、もちろんお前じゃない。了解今のはひで思いっきり噛みつきましたね、ケツに。やばいな、ちょっと戻そう。今マシントラブルになってたかな、ここ。あー、もう押し上がって、ここは今3位か俺。ああ、じゃあ割といけそうだな。重たいけど加速がすごい速い気がする。加速じゃない、最高速が伸びてからがすげえ速いかもしれない。こっちに入っちゃえばそんなに速度を殺さずに、よーし、よーし。うん、後ろでクラッシュが発生した？してない。2位か、1位がなんかものすごい離してる。ダメージ入ったな。パンクではないよな。早いあいつくそ、負けたくないな。うわー、ひでえ。なんだろう、車体が重いからいつもの感じのブレーキは足らないってことか。割と距離は縮まってる気がするんだけどな。いいよいいよいいよ。あー、雑だよ。
シルバー、シルバー、おい、もうね、あいつ超ギリギリのところをね、ちゃんと通ってる。この中の4台が脱落することになる。はい、俺はもうシルバーしか見えてません。俺かお前のどっちかが。差し込め、ほら。トップ4は頼む。だがトップ3の方がいいだろう。確かに。プッシュし続けろ。俺はまずトップ2は確実だ。あとはこいつがオーバーティークだ。ブレーキを踏んでくれ。よし、いいぞいいぞ。とりあえず先頭はもらった。あと2台脱落させれば勝利だ。了解。これで抜かされないようにすればいいよ。踏むとこは踏んで、行かせない。あぶね。いいぞ、勝利まであと一息だ。まずい。ミリのままでいいのか。どっけ、なくなるぞ。マジか、警告。大丈夫、落ち着け。俺が1位だ。よし、あぶねー。いいね、最後ちょっと暑かったね。はい、3レース目。次のカーブへ綺麗に繋いでいくことが鍵だ。集団の中に突っ込んでいくな。綺麗だな。リスクを取っても挟むのは修理代だけだ。ドバイだな。ここは割とこのマシーンだけクリーンに行けだよね。逃げる操作にぶつけたぞ。やばいんすか。金持ちですか。やっぱあるんですかね、あいつだけには当てんなよみたいな。 F1 とかこういうレースで、あのチームはやべえスポンサーが絡んでるから絶対ぶつけんなみたいな。他のやつはいいけどあいつだけはやばいぞみたいな、やっぱそういうありそうですよね。なんだろうなんだろう、すげえこの車操りづらいな。かっこいいんだけどな。まあ、僕が下手くそなだけなんですけどね、この車に対応できてないだけなんで。ここは割とこの車寄りだと思うんだよな。なんかね、勝手に右にね、もうアクセルが、アクセルじゃない、ハンドルがね右に切られてる。これタイヤにダメージが入ってる。常に左にスティックをカチカチ入れないと。あーもうダメだ。くそー、あーミニ四駆ミニ四駆。話すとね、話すとほら右に行ってるの分かります。話しますよ、話す。ほら右に、勝手に右に行くの。誰か脱落したな。どけ、ほら危ない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 。よーし、やっぱり慣れてる車っていうか、さっきのあれですね、あのオープンカーって言い方していいのか分かんないけど、あれがすごい使いやすかった。残りは6。曲がって、 OKOKOK。 これは順調だな。ここが一番、あね、あんまりね細かくカーブがなかったら問題ない。
はずです。この車はね、僕はでもこの車の特性をうまくつかめてないのでボッコボコになってますけど、もうねクリティカルダメージだよね。これ右下が赤くなっちゃって、あと1台脱落でトップ3が確定するぞ。そうか、あと40秒近く走らなきゃいけないんだな。60秒か、あと1分か、あと1分20秒走んなきゃいけないんだ。この状態でいけるか、後ろかなり来てますよ。プッシュを続けろ、トップ3に残ったんだ、貪欲に行け貪欲に行け。クルーがねテンション上がってきてる感じが すごくいいよね。あーもう操りずれやばい。残りはあと2台、お前ならできる、よしレースに勝つんだ、いける、もうあんだけ後ろだ、俺の勝ちだ。曲がれ、右に曲がりすぎるんだ、よしクリアだ、 OK。あれ2位、あれ待ってこれがあれか、マップとポジションを見ない男のあれか、結末か、前にいたんだねジョージ